アウディオールロードクワトロ、オールロードクワトロ、アルロードクワトロは、ドイツの自動車会社アウディが1999年から販売している乗用車である。アウディ A6 やアウディ A4 のワゴンモデルをベースとしており、ステーションワゴンとクロスオーバー SUV の中間と、いえる、ボディ形状となっている。日本では2009年2月に販売が終了したものの、2012年8月に、 限定車、その後、カタログラインナップで販売されることとなった、詳しくは後日。A6 や A4 のステーションワゴンモデル、アバントをベースに、トレッドの拡大とホイールアーチの大型化に加え、専用の樹脂製バンパーや前後アンダーガード、サイドシルガードを取り付けて、オフロードイメージを高めるとともに、全グレードにトルセンセンターで不思議フルタイム4、WD である。 クワトロシステムと可変車高エアサスペンション等を装備するとによりアクロ、走破性をも高めている。名称はクワトロがつかず単にオールロードで売られている国や地域もある。生産はすべてドイツのネッカーズルームで行われている。ステーションワゴンとスポーツユーティリティビークルの中間形状、クロスオーバーを持つ乗用車としては他に1995年に 発売されたスバルレガシーグランドワゴン、現レガシーアウトックや、1997年に発売されたボルボ V70XC などがある。初代オールロードクアトロは、2代目 A6 アバント C5 系をベースに開発された、1999年から生産された。A6 アバンととの主な違いは、体型タイヤとサスペンションにある。フロントマルチリンク。 リアダブルウィッシュボーンのオールロードクアトロのサスペンションには、アウディ発の試みでもある、自動もしくはドライバーの選択によって、142mm から 208mm まで4段階で、車高、最低地上高を変えられる4レベルやサスペンションが装備されていた。デビュー翌々年の2001年2月から導入され、すべてミニハンドルであった。販売名は、オールロードクアトロ。 搭載されるエンジンは2.7リットル V 型6、気筒 DOHC インタークーラー付き30、バルブバイ、ツインターボ、250PS、35.7、KGM と4.2リットル V 型8、気筒 DOHC40 バルブ、300PS、38.8KGM の2種類。トランスミッションは全、グレードマニュアル操作可能な高速、AT ティプトロニックであった。 グレードは外装のアルミクロームパーツをブラックアウトし内装を簡素化した 2.7TSV2002 年4月追加と豪華なウッドパネルとツートン本革仕様を備えた上級の 2.7T 最上級にはエンジン排気量をアップしタイヤサイズとホイールアーチをさらに大型化バンパーなどの一部もボディ同色化した4.22003年10月追加の3種類であった 標準タイヤサイズは 2.7t、2.7tSV が225、55r17、4.2は245、45r18 であった。国内登録台数は2471台であった。ベースである A6 の C5K から C6KA のモデルチェンジに合わせてモデルチェンジされた。同時に名前も A6 オールロードクアトロに変わった。た。 アメリカでは2008年12月、日本では2009年2月に販売終了となったが、欧州市場等での販売はマイナーチェンジを経て継続された。日本ではガソリン車のみ導入されたが、2009年2月に行われた A6 のマイナーチェンジと同時に販売を終了した。ベースである A6 の C6K から C7K へのモデルチェンジに合わせてモデルチェンジされた。 エンジンは、ガソリン車では、V 型8気筒が廃止され、V 型6気筒も3.2リットルから、スーパーチャージャー付きの3.0リットル TFSI に変更された。ドイツ本国には、ディーゼル車があり、3つのチューニングが異なる V 型6、気筒3.0リットル TD が用意されている。2012年8月21日にマイナーチェンジされた、A4 オールロードクアトロと、 同時販売された。エンジンはガソリン仕様のみでシリーズとして初めてスタートストップシステムが初めて採用され、ボディカラーは A4 オールロードクアトロと同様にメタリック系のホワイトとブラックの2色。シートカラーは本側のブラックのみである。また、平成17年排出ガス基準75%低減レベル。 平成27年度燃費基準を達成しているのと、同時にシリーズとしては初めて、エコカー減税、自動車重量税50%減税、自動車取得50%減税、自動車税25%減税と、エコカー補助金の対象者となった。先代では通常モデル扱いであったが、Q7 の販売に悪影響を及ぼす配慮から今、モデルから300台の限定販売となった。 2014年8月20日に A4、オールロードクワトロと同時にカタログモデルとして再発売された。2009年のサロンはアンテルナショナルドロとにて発表、同年デリバリーが開始された。搭載エンジンは、ガソリン車は2.0リットル直列4気筒、TFSI とディーゼル車は3.0リットル V 型、6気筒、TD が用意されている。 日本には2010年11月に250台限定で導入された。エンジンはガソリン車でハンドル位置は右のみである。ボディカラーはグリーンでインテリアのカラーはブラウンに統一されている。その後、2011年8月に50台増えて300台限定で販売されることとなり、ボディカラーホワイトとグレーの2色で前回設定されていたグリーンは廃止された。 インテリアカラーはホワイトがブラックをグレーはベージュが採用された。エンジンやハンドル位置の変更はない。2012年8月21日にベースモデルである A4 アバントのマイナーチェンジに伴い、新デザインのフロントグリルとこれまで要望が多かったリアビューカメラとスタートストップシステムが搭載された。ボディカラーはホワイトがメタリック系に変更された以外に変更は芋物の シートカラーはブラックのみとなり、台数も前回より100台、少ない200台の限定販売となった。同日発売となった C7 系 A6 オールロードクアトロと比べて、エコカー減税並びに、エカー補助金の対象外である。2014年8月20日に A6 オールロードクアトロと同時にカタログモデルとして再発売された。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。